では本日最初のプレゼンは話題のクラウドファンディングキックスターターでゲーム作曲用デバイスの実現に挑む KDJ1 プロジェクト実機実演もと題しまして、サイバーステップ株式会社佐藤瑠衣様、よろしくお願いいたします。はじめまして、サイバーステップ株式会社代表取締役社長を務めております佐藤瑠衣と申します。本日はよろしくお願いいたします。ちょっとまあサイバーステップって言ってもなかなか ね、ご存じないと思ういらっしゃる方多いと思うので、簡単に少し前半に会社の紹介だけ。2000年に創業いたしまして、ですが今創業15年目ですね。まあ創業して数年とかそういう会社でもないですけれども、まあその20年30年、社歴があるというような会社でもないです。で東京都内杉並区の方ですね、代田橋に、今100名ほどおりまして、主にオンラインゲームの開発とサービスを行っております。日本国内で、パソコン向けがメインなんですけど、オンラインゲームを作りまして、それを、今、なんか調子によってですね、作りまくったら現地法人13カ国、アメリカ、韓国、台湾、オランダ、ブラジル、ロシア、トルコ、ドバイ、どこだっけ、フィリピン、インドネシア、タイ、あと香港と上海だとかですね、ちょっと半分はまだ活動してないんですけれども、日本で作ったそのエンターテインメントをですね、僕らみたいなのはそのファミコン育ちなんで、そのやっぱ、アジアとかって、正直言ってやっぱ日本ほどエンターテインメントないんで、そういうところに届けたいなっていうので、ものを作って、現地法人を作って現地で採用して、現地のユーザーに対してもゲーム、僕らが任天堂のレベルだというわけじゃないですけど、いわゆる任天堂的なゲームですねをいろんな地域でサービスしております。ただ今回はですね、先ほどからちょっとご紹介させていただいてます、こういったハードウェアを作ってまして、なんでパソコンのオンラインゲーム屋さんが、ハードウェアなんだっていうのもあるんですけど、自分でもちょっとそう思うんですけど、作ってみたいから作ってみましたと。でじゃあどうやってこう世の中に出すかなっていうのでですね、少し考えあぐねてですね、2年前に1回チャレンジしたんですよ、自社で、先行予約販売を。で、いくらか注文も来たんですけど、正直その時、完成しなくてですね、入金したお金を全て返金するというクレジットカード会社からすごい怒られたんですけど、全部こっちからチャージバックしてですね、こんなこと二度とするんじゃないっていう風に課金会社から怒られました。で今回今ここで流れてる曲がですね、ゲーム業界ですとご存知の方多いと思うんですけど、その三田さんって三田康則さん作っていただいた曲とかですね、今、佐野伝次さん、細江慎二さん、あと菊田さん、弘樹さんとかですね、実際使っていただいてまして、で、先ほど前で、スリップノットってアメリカのメタルバンドの、シド・ウィルソンさんって方にも、愛用していただいてまして、そういった作曲、音楽でいうところの、シンセサイザー、シーケンサー、ミキサー、サンプラーが全部入ったやつをですね、今まさに作っています。でそこで、今回お話しさせていただきたい内容がですね、今話題って言ったら、いつでも話題かもしれないですけど、そのキックスターター、キックスターターに先週の木曜日の午後7時にですね、プロジェクトをアップしました。正直言ってなんかもろもろかけると準備期間1年ぐらいかかりました。アメリカは現地法人あるんで、うちは法人的には問題ないんですけど、現地の法人のクレジットカードの取得とかですね、手続きとかでですね、すごい大変だったんですけど、いろいろありましたが開始しまして、で、10万ドル の, ゴールを、10万ドルまでいったら製品化しますよと、もともと製品化するつもりなんですけど、10万ドルっていうハードルを設定してですね、それがめでたくですね、本当に偶然なんですけれども、ちょうど1週間後の、昨日ですね、昨日の、本当午後7時ぐらいに、達成することができまして、わーやったやったっていう感じで喜んでたんですけど、で意外とですね、それを達成してから、今107,799ドルになってるんですけど、それを達成してからむしろ伸びが、今現在は高くなってですね、ちゃんとプロジェクトがスタートするんだっていうのを見てから、お金を入れてくれてると、いろんな言葉があると思うんです。出資、購入なのか出資なのか支援なのかと、その貸してない時は皆さんこう支援していただく
形で出していただいて、まあ、達成したのでプロジェクトがスタートすることが確定したので、まあ、それを見てより購入していただけると。で内容はですね、まあ、詳細は KDJ1、まあ、KDJ でですねキックスターターで検索していただくと出るんですけど、あ、すいません、キックスターターに関して少しだけ補足説明します。いわゆるクラウドファンディングで、まあ、これからものを作ろうというクリエイターがここにプロジェクトアップして、まあ、それを、金銭面で、個人が支えてくれると。で僕らみたいにやっぱハードウェアをやったことない会社ですと、ちょっとリスクが高いので、そちらの方を活用しました。で、まあ、キックスターターとしては比較的値段の高い、395ドルとか415ドルとか445ドルとかですね、まあ、やっぱハードウェアなんでこれ原価だけでも300ドル以上するので高い方なんですけれども、まあ、なんとか10万ドルいって、あと残り32日間あるので、まあ、20万ドルから30万ドルが目指せればなというふうに、考えてます。でここでちょっとキックスターターでの経験で少しお話したいんですけれども、まあ、正直言ってですね100万ドル目指してたんですね。まあ、ミニマムは10万ドルなんですけど、これだ、まあ、正直言ってこれだったらもうスリップノットも気に入ってくれてるし、三田さんとか細江さんとかからも評価いただいてるし、100万ドルいくぞっていうつもりでですねやったんですけど、まあ、そういう点では正直言って、大とは言いたくないですけど、まあ、惨敗というかですね負けですね。まあ、まだ20万ドル30万ドルは目指せると思ってるんですけれども、ちょっと悔しいなと。でそこでやっぱ今までこれをやったことなかったので、そこでちょっと、まあ、皆さんもこれから機会があるかもしれないんで、せっかくですので少しお話しさせていただきますと、やっぱり、まあ、当たり前かもしれないですけど、こうリワードっていうどういうものがいくらで買えるか、まあ、主な構成が3つなんですね。であとはそのストレッチゴールって言って、いくらの金額達成したらこういう機能つきますよ、だから支援してくださいと。で最後はそのリワードの中にアーリーバードっていうのが、まあ、一般的にありまして、先着何人まで、まあ、うちもちょっと後付けなんですけれども、先着100人までが、395ドルで買えるよと。ただそれが売り切れたら、次415ドルになりますと。だから早く買った方がお得ですよっていう、まあ、3つの構成があるんですけど、正直言ってこれ本土うち初めやらなかったですね。値段が安いし物がいいんだから売れるだろうっていう物販サイトみたいに使っちゃったんですよ。アマゾンにアップするような感じですね。でもアマゾンだったらそのポチればすぐ届くけど、こっちの場合は半年後なんですね。だからプロジェクトがスタート日にした日に買っても、30日後に買っても届く日一緒なので、誰も買ってくれないんですよ。早く買うモチベーションがないので、で他の人も買わないから、じゃあ自分も買うのやめとこうみたいになっちゃってしまって、正直言って後からこのアーリーバードを追加しました。でストレッチゴールも、後からですね、まあ、今10万ドルおかげさまで達成したので、15万ドルまでいけば、XYPad っていうですね、別の機能を設けるようにしています。あれストレッチゴールここには書いてない、ちょっとすいません、別ページですね。まあ、そういった、まあ、本来やるべき守るべきお約束をですね、何も知らなくてですね、やらなかったら、まあ、それでもなんとか、まあ、1週間で10万ドルいったんで、まあ、よかったなとは、まあ、ちょっとは思ってるんですけど、まあ、そういうことがありました。でこの KDJ の方でですね、まあ、今さっきもずっと曲を流させていただいたんですけれども、ちょっと簡単に、DJ の方に作っていただいた曲をこれから流します。まあ、一見するとその作曲するためのハード、まあ、僕作曲できないんで、そういうふうに自分でも思っちゃってたんですけど、でそれをその、まあ、実際にはですね、こうなんか音楽作る人に使っていただくとですね、これで DJ やりたいと、要は自宅でこれで作曲して、そのライブハウスに持ってって、曲をDJ をその場でやると。で例えば今流しているのは、まあ、これ6トラックまで、標準で入るんですけど、それの、1トラックずつを今増やしている状態なだけなんですね。まあ、それでもその、まあ、僕みたいに DJ じゃない人間がちょっと流しても、まあ、それだけでもちょっとこうだん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 かっこよくなって盛り上がってきて、テンション上がるよみたいなことができると。なんで、まあ、携帯できる、まあ、すいません、なんかこれを押し売りしようっていうわけじゃないんですけど、こんなやってますっていう点で、その作曲もできて、それを作曲したものをそのまま持ってったら、そのまま DJ とかができますよっていうようなですね、まあ、ハードウェアを、開発して、まあ、今キックスターターで今まさにチャレンジしてます。まあ、キックスターターは本当になんかやってみなきゃ分かんないんですけど、結構楽しかったので、やっぱクリエイターの方でしたら、ぜひともなんかチャレンジしてみたらいいんじゃないかなとは個人的には思いました。
なんで、まあ、何かありましたら何でも言ってください。もし教えられることがあれば何でも教えたいなとは思っています。以上で、私の方からの、説明の方をですね終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。